いた、ナマズ、気づいた。お、出た、お、出た、よし、待った。どうも、タギョシャングラーのウッチーです。今回はナマズ新規開拓兆候です。今日もナマズ釣ったる。それじゃあやってきます。じゃあ1箇所目、なんかここはいなそうな感じがする。どうだろう。まあとりあえず歩いて回るか。ぶっ込み発見。ああ、こんな感じになってんだ。いたとしてもここまでなのかな。おお、なんかいた。なんだ、濃いか。びっくりした。良さそうな流れ込みあった。反応ないんで移動します。移動してきました。お、いた、ナマズ、食った、食った、やった、いたわ。せーの、よいしょ。やべ、胃袋出ちゃってる。そんな丸飲みしたの。これって戻した方がいいのかな。とりあえず戻ったけど大丈夫かな。かわいそうなことしちゃったんで、サイズ測らずすぐにリリースします。ありがとう。50ないくらいかな。バイバイ。背が遅すぎてもああいうことになっちゃうんだね。すごい小魚がいっぱいいる。あれ食ってんのかな。なんだろう、ハクかな。あそこめっちゃ怪しい。あ、いたな、まず出てきた。あれ、食わない。反応した。気づいた。お茶濁りの流れ込み。さあいるかな。ここ怪しいね。いないか。移動します。移動してきました。まずは下見。魚いるかな。フナがいるね。ってことはナマズもワンチャンあるね。魚もいるし流れ込みもあるから、とりあえず撃ってみるか。あっち側めっちゃ濃い。浅くなってるね。もいそうだ。あっち行こう。お、なんだ、食ってきたのか。見てなかったよ。でもナマズではなさそうな感じがする。お、出た、食った、やっしまった。バラしまくり。いや、この水路いないと思って移動しようと思ってたけど、いたね。やっぱ昼間だから暗いとこに隠れてんだね。マジか、ナマズ全然いるじゃん。2匹もいる。遠目からアプローチ。あれ、気づかない。お、反応した。
食いそうだね。なんでダブルフック相性悪いわ。切ったね。缶詰の水止まってるね。でも水深あるからいそう。怪しい。ここに取り残されてるやついるんじゃない？着いた。あそこで休んでるね。行きます。あれ反応しない。気づいてないのか。トップに反応しないわ。沈めよう。すね込んでいきます。あれガンムシだ。なんか動いたぞ。発見。ちょっと疲れた。食わないか。あ、ナマズ。また行った。逃げられちゃった。おでっ、しまった。さっき食ってきたやつ時間置いたら食った。せーの、よいしょ。さっき気に見せたやつ時間置いたらまた食ってきた。やりました。でサイズは65くらいだね。今ので歯型ついた。すげー。怪しいね。あ、ナマズいた。あっち奥来よ。あ、あそこにもいる。そこの木の下にいるやつ狙うか。今一瞬寄ってきたけどな。あ、手前にナマズいるわ。お、食った。あれ、うわぁ、合わせればよかったな。今落ちパックン。お、食った。あれ、お、探してる。食った。あれ、よし。せー、あれ、バレちゃった。あ、やばいやばい。大丈夫か。いや、これ降りて取ってあげた方がいいな。よし、泥だらけになったけど取れた。あんな無理に取りに行かなくても多分こいつ逃げることできたな。まあいっか。
サイズは57くらいだね。足が泥まみれになったんで今日はこれで終わりにします。今日は3キャッチという結果でした。今日はこのオチパックンが大活躍。今回はこれで終わります。それでは。